はい、こんにちは、この子猫です。今回は2020年に読んだ476冊の本からおすすめの本5冊を紹介したいと思います。いやー、2020年もたくさん本を読みました。2019年は世界のエリートが学んでいる MBA 必須50冊を1冊にまとめてみたの50冊を読んだということもあり、ビジネス書多めだったんですが、2020年は、その反動で文学多めでしたね。失われた時を求めて全14巻や源氏物語などですね、まあ、長編もですね、多く読みました。とはいえ私は乱読家ですので、文学だけではなく相変わらずビジネス書や、他哲学書、歴史書など、まあ、2020年もさまざまなジャンルの本を読みました。まあ、今回はそんな私がこれは面白かったという本5冊を紹介したいと思います。早速1冊目ですが、こちら史上最強の哲学入門です。いやー、今までも哲学系の本はポロポロ読んでいたんですが、哲学作家ヤムチャさんの書いたこの本を読んで一気に哲学にはまり込んでしまいました。まあね、とにかく分かりやすい。存在するとはどういうことなのか、神はいるのかなど、そんな哲学的命題ごとに、まあ、それぞれの哲学者の考え方を紹介してくれているので、まあ、時系列でまとまっていて、非常に理解しやすい。そして何より難しい哲学の話をとにかく簡単にするため、内容を噛み砕いたり例えや具体例を頻繁に出してくれたりしているので、もうすっと頭に入ってくるんですよね。まあ、例えばデカルトの我を思うゆえに我ありなどの、まあ、知ってるけど意味はわからないそんな有名な言葉もこの本を読んでしっかりと理解することができました。あまりに面白くて、しかも分かりやすかったので、もう山ちゃんさんの哲学本、全部買って、読んじゃいました。まあ、それだけ素晴らしい本ですので、まあ、2021年、哲学に挑戦したいという方は、ぜひ、史上最強の哲学入門、読んでいただければと思います。さて、2冊目ですが、こちら。戦争は女の顔をしていない、です。まあ、2020年歴史系の本もたくさん読みましたが、圧倒的に私の心に残っているのはこの一冊。まあ、2015年ノーベル文学賞を取ったスウェトラーナ・アレクシェービッチの著作です。まあ、第二次世界大戦時ドイツに攻め込まれたソ連では100万人以上の女性が従軍しました。まあ、しかし戦後その事実は隠蔽されてしまいます。まあ、そんな従軍女性500人以上にインタビューを行い、当時の戦争の様子を明らかにしたのがこの一冊なんです。いやー、震えました。まあ、従軍女性は看護師や軍医としてだけでなく、まあ、狙撃兵やパイロットなど普通に兵士としても戦っていたとのこと。しかもその中には16歳くらいの少女までいたということ。そして何より驚いたのは、彼女らは強制的に徴兵されたわけではないということ。周りの男や大人たちが止めたのにもかかわらず、国を本土を守るために自ら志願したとのこと。まあ、日本は沖縄を除けば本土に攻め込まれたことはありません。まあ、日本は戦争放棄を謳っており、日本人自体も戦争を忌み嫌う気持ちが大きいと思われます。まあ、私もそれは素晴らしいことだと考えていますが、しかし仮に本土に攻め込まれたときは、果たして我々は戦争放棄を貫けるのか。まあ、ソ連では16歳の少女ですら本土を守るために戦ったのに、我々は何もしないでいられるのか。まあ、戦争とはどういうものなのか、まあ、国を守るとはどういうことなのか、改めて考えさせられた一冊でした。まあ、この戦争は女の顔をしていない漫画もされていて、そちらも面白いらしいので、まあ、ぜひどちらでも構いませんので読んでみていただければと思います。さて、3冊目ですが、こちらです。肉体の悪魔、ドルジェル博の舞踏会、クレーブの奥方です。海外古典文学で最も私が感銘を受けたのがこちら、フランス不倫文学の三強ともいえる3作です。肉体の悪魔、ドルジェル博の舞踏会は20歳で夭折した天才作家ラディゲの作品。そしてそのラディゲに多大な影響を与えたのがラファイエット夫人が書いた、このクレーブの奥方なんです。
まあ、どの本にも共通している設定は既婚の女性に男が言い寄る、そして相思相愛になるというもの。しかしですよ、その後の展開はそれぞれ、まあ、既婚女性側に当然罪悪感は生まれるわけですが、それへの対処の仕方が三者三様で非常に面白い。またその罪悪感を夫に打ち明けるシーン、そしてそれに対する夫の反応、そしてその後の展開がまあそれぞれ違っていて面白いんですよ。まあ、フランス文学といいますと、失われた時を求めてのプルーストを筆頭に心理描写がお箱なんですが、それを関数にふさわしい、まあ、圧巻の描写でしたね。登場人物も男女どちらも魅力的で、特にクレーブの奥方の主人公クレーブ夫人は、まあ、海外古典文学ヒロインの中では私は2番目に好きですね。まあ、純真でまっすぐなのにもかかわらず強い理性で恋心を抑えるのがいいんですよね。まあ、ちなみに一番好きなヒロインはドストエフスキー博士のナスターシャなんですが、まあ、3冊とも文庫本1冊分ぐらいの分量で、まあ、比較的読みやすい内容となっておりますので、海外古典文学に挑戦しようと思っている方は肉体の悪魔、ドルジェル伯の舞踏会、クレーブの奥方、いずれかを読んでみていただければと思います。さて4作目ですが、こちら時間は存在しないすごい物理学講義です。まあ、科学系の本今年もたくさん読みましたが、なんといっても物理学者カルロ・ロベッリのこの2作に出会えたことは大きいです。まあ、私中学生の時から宇宙や素粒子のお話が好きで、まあ、よくその手の本を読んでいました。まあ、科学の世界では全ての物理法則を統合する統一理論が存在するはずだという考え方があります。そしてその統一理論の候補の筆頭が、まあ、皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、紐理論と呼ばれるものです。この紐理論が統一理論の筆頭だという考え方はかなり前からあり、私も中学生からこの年になるまでずっと全ての物理法則を統合できるのは紐理論しかないと思っていました。がこの本に出会えて変わりました。紐理論以外にも統一理論の候補はあるのだと。それが本書で紹介されているループ量子重力理論と呼ばれるものです。まあ、このループ量子重力理論によると面白いことが分かります。なんと我々の世界には本来時間なんてものは存在せず、時間があるように見えているのは我々高等生物の錯覚に過ぎないというものです。いやー、これには驚きました。まあ、私はよく過去に戻れるタイムマシンができたら物理的にどうなるのかみたいな妄想をするんですが、この時間は存在しないという概念を知ってからだいぶ妄想の仕方も変わりましたね。まあ、今後はタイムトラベルものの SF 映画を見る目も変わって面白そうです。まあ、ちょっと読むのはなかなか難易度が高い本ではあるんですが、物理が好きだよという方はですね、ぜひカルロ・ロベリの時間は存在しないすごい物理学講義読んでいただければと思います。さて5作目ですが、こちら世界で一番優しい会議の教科書です。まあ、ビジネス書を自分で読む分にはいいけれど、人にはおすすめしづらいもの多々ある中、これはですね、本当万人におすすめできます。実はこれ当初電子書籍で読んだんですが、あんまりに良すぎて即紙の本で買ってしまいました。まあ、完全に人に貸す、会社の人に読んでもらうようです。いやーね、この本はねすごいです。まあ、普通ビジネス書って仮に良いことが書いてあったとしても、それができるかできないかって別問題じゃないですか。この本は違います。誰でもできる、すぐできる、たとえ新入社員であろうとも年明け最初の会議から即実践できます。そして即グダグダな会議を実りある会議に変えることができます。もうここまでですね、実践的で即効性があるビジネス書他にないです。まあ、しかも物語形式なんで、普段本をあまり読まない人でも読みやすい。いや、もう社会人全員に配ってもいいんじゃないかっていうぐらい超良書ですので、まあ、2021年仕事で成果を出したいという方は、まずこの世界で一番優しい会議の教科書読んでいただければと思います。と、こんな感じで2020年に読んだ476冊からおすすめの本5冊を紹介させていただきました。まあ、2021年もたくさん本を紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。